塗装用のマスカーテープを使って汚れないように準備をしましょう。この部分が養生テープ、ここがビニールのシートになっています。養生テープの部分を汚したくないところの端に貼っていきます。端の部分はハサミでシートと一緒に切り取ります。そうしたらシートの部分を広げていきカバーします。シートの幅はいろいろありますが、もし足りないときは2枚3枚と重ねましょう。これで準備ができました。絵の具や粘土、版画遊びをするとき、これがあればとっても簡単に準備ができます。一度使ってみてください。